きチャンネル。じゃあこんにちは、さつなぎ塾。お久しぶりです。すっごい久しぶりですね。なかなかそんなないんですよ、塾も。そうですか。あの、思いつかない。あー、まあね、技術指導じゃないですしね、うんうん、今回思いつきました。はい、近い過去で、キャッチャーが袋叩きに遭うっていう動画を出しましたけど、はい、今日はですね、うん、今日の塾は、はい、ミーティングどんなことしてるか知りたいじゃないですか。試合前の、うん、でその中でキャッチャーはどんな情報を知りたいのかっていう、こういう情報を知っとけばやりやすいよねっていう、うん、ことのお話です。はい、だこれは、まあ、うん、まあ僕の個人的見解ですけどね、他の人はどうかわかんないですけど、はい、僕はもうこういう情報が欲しかったっていう、だこういう情報がないミーティングって正直意味ないなと思いながらずっと聞いてます。へえ、でもそういう情報がないミーティングも日々あるっていうことですよね。だからもうロッテではないよ、もうそこは密に取ってるからそういう情報出してくれって言ってるからね。ああ、そうか、もう佐藤さんが要望してるから。そうそうそう、はい、だから要望できる前まではあったけど、要望できるようになってからはそういうことはなくなっていくよね。はい、あと国際大会とか行くと本当に意味ねえなっていうミーティングを永遠聞いてる。へえ。だってインハイアウトローって言われてもでしょうねっていう、はい、いやインハイとアウトロー投げちゃいけないバッターいないからねっていう、そもそもインハイそんなガンガン打つやつもいないし、はい、でインローは打たれるから行っちゃダメっていうバッター聞いたことないっていう、はい、だからインハイアウトローばっかり、インハイアウトロー高めと低めばっかり言われても、いやいやもうそんなもん誰でもそうだよっていう、うん、もうそんなの1時間も聞かされる、こっちの身にもなってくれよと思いながら聞いてた。へえ、でもそういうの力説されるわけですか。そうそうそう、だからないんじゃない、やんなきゃいけないけど何も持ってない人はそういうこと言うのよ。情報がないから、うん、当たり前のことを言うのよ、だって言えないじゃん。まあそうですね、うん、そんなんだったらもうお任せでいいのにって思う、うん、そうです。そんなややこしいこと言われるから逆に足かせになって、なんか言ったのにやってないみたいな言い訳作られてめんどくせえなと思っちゃう。その時間もったいないですね。そう、何かできることあるかもしれないのに。だから2006年 WBC はお任せだったから、非常にやりやすかった。へえ、あ、お任せだ、ミーティングなかったんですか。うん、だから情報ないからで。ああ。だから逆にそっちの方がやりやすかったりする。ないんだったら中途半端に言われるように。そうですね、ないんだったら自分で考えてやった方がなんとなくいいじゃんね。でダメだったら責任取らされる方がいいのに、中途半端に言われて言った通りやってないって、言った通りやってないって言ったこともやって言ったこともねえじゃねえかよみたいな後付けしてんじゃねえよって思うけど、はい、で会った時にじゃあ何が欲しいのかっていうね、はい、ってところで、じゃあまず、うん、一番大事なのは、はい、ファーストストライクを早めに取ることですね。うん、そうですね。やっぱ抑えに、うん、抑えに行くためにはストライク先行で勝負しなきゃいけないし、うん、早いカウントでファーストストライクを取れるかどうかで、ストライクカウントがかさめばかさむほど相手バッターの打率は下がっていくんで、うん、はい、まあ、早めに取りたいですよね、うん、ってなった時に一番欲しいのは、はい、初球ないしファーストストライクどの球がカウント取れるっていう。ああ、このバッターに対して、そうだ、このバッターはそもそも積極的なのか消極的なのか、はい、積極的な場合はストレートは積極的に打つけども変化球はそんなに振ってこないのか、うん、変化球でもストレートでも初球から何でも振ってくるし、ボール球の変化球も振ってくるのか、うん、インコースは振ってくるけどアウトコースは振ってこないのか、うん、アウトコースは振ってくるけどインコースは振ってこないのか、はい、変化球でもスライダーとかフォークは振ってくるけどカーブは振らないのか、うん、逆もしかり、はい、が欲しいのよ。おそういう傾向、はいはい、でファーストストライクから引っ張りに来るのか、うん、ファーストストライクからセンターから反対方向を意識してるのか、うん、が欲しいの、はい、それがまず言ってほしいよね。まあ、そういう情報があったらストライク取りやすいですもんね、まず。そうそうそう、うん、でそこ、まあ、それが言ったからってね、はい、絶対打つかどうかわかんないし、うん、打たれる可能性もあるし、でもその傾向が欲しいよね、うん、そういう傾向があるって、はい、でその中で持っていって考えてこっちがやるわけじゃん、うん、それ言ってますよねっていう、もちろん。おお、だから初球からカンカラカンカラ、はい、ヒット打たれて、打たれてんのにベンチはいや、さっき言ってますって言った人たちは、はい、そういうの聞いてみたよね。そういうの言ってますよね、初球どのカウントでどういうのがストライク取れるのかってで言うのよ、そしたらボールからみたいな。じゃあボールで、俺はもういつも、ね、これの動画でも何回も言ってるけど、はい、初球から振ってくるようなやつはワンボールになっても振ってくるんだよ。うん、だからじゃあボール行きました、はい、同じ作業ですよっていう、うんうん、次、はい、でボールばっかり言う人って、じゃあフォアボールでもいいんですよねっていう、あ、でダメや、ね、それでいいって言うんだったらすごい楽だね、うん、はい、まあまあいいか、うん、振ってくれたら三振、うん、振ってくれなかったらフォアボール OK、うん、だったら楽だよね。フォアボールダメって言われてもそんなボールの話ばっかりされてるみたいな。そうですね、ストライクゾーンの中の打ち取れる話してくれないと、あとボールゾーンばっかり言って打ち取る方法を言う人いるのよ。はい、フォアボールだから。そうです、ボールゾーンの話してそればっかり上げる
からね。そう、ストライクゾーンの話だけど、うん、ね、でこれはもちろんだこういうのが欲しいよね、はい、そうするとやっぱやりやすいね、はい、だから俺らの時だったら2パームの中田翔、はい、比較的初球大きいカーブっていうのは振ってこないの。へー、カラカーとかの時もそうだったけども、はい、だから入りのカーブは行きやすいとか、はい、中村晃とか、あとは近鉄ソフトバンクにいた大村さんとかは初球全く振ってこないから、はい、もう甘めでもいいからストライク取りに行こうみたいな、はあ、まあ、真ん中でもいいから、その代わりランナーが得点圏に行ったら振ってくるからそこはまた違うけどねって。あ、いるいないでまた違うんですね。そう、だからそこも欲しいわけよ、はい、ランナーがいる時といない時ではそこの積極性は変わるんですかっていうのも欲しいですよね、はい、そうですね。でも大村さんとかは得点圏ランナーいると初球から振ってくるけど、いないともう8割9割方振ってこないと。だからもうそれで打たれたら仕方ないよねっていう、うん、そんなもう1割には1割ぐらいしか振ってこないのを気にしてボールから入るより、はい、9割振ってこないのを前提に攻めた方がいいじゃんね、うん、だからそこでも打たれたら仕方ないよねっていうことよ、はい、それを打たれたって怒られてもね、うん、っていうのもあるじゃん。そうですね、だから そういうのが欲しい。それキャッチャーは自分の今までのこう感覚でこの選手は振ってくる人だな振ってこない人だなっていうのはなんとなく入ってるもんなんですか。それはもうデータで出るから感覚じゃなくて、あ、だ何回も対戦するし何回も試合してるからね。そうですよね、初対戦じゃないから、うん、それはもうデータで出るから感覚じゃなくてデータ、データがあるんですね。だからそういうのが欲しい。いや、それを持ってきてくれないところもあるっていうこと。だからそういうのも言ってますよねっていう、初球ばっかり打たれてもやることやってるって言ってた言ってる人たちは言ってますよねっていう、うん、初球こういうのは打たれないよっていうのは言ってますよねっていう、はい、で前座席違う球種打たれてますけどそこどうなんですかって思っちゃう、うん、じゃあそのデータ間違ってんじゃないですかみたいな、はい、こともなるよね、うんうん、であとは次はインコースの使い方がやっぱり難しいから、はい、インコースの使い方はどうやって使うのかも知りたいんだよ。だこのバッターはしっかり強くなければ甘くても大丈夫、はい、なのか、うん、インコースはもう間違ったら長打あるから、はい、ボールになってもいいから厳しく、うんうん、なのか、もしくは甘くなってもいいから低めだと大丈夫、はい、甘くなってもいいから高めだと大丈夫、うん、なのかが知りたいよね。あ、そのバッターに対するインコースの使い方っていう、そうそうそう、うん、どうですかこれだってインコースは厳しくって言われてもさ、はい、だって甘くいっても詰まるバッターに厳しくいつ引く必要ないじゃん。そうですね、だから甘くいってもヒットはあるけどもうホームランとかはないよ、うん、だったらもういやインコース甘くてもいいから強くいこうよ、はい、そんな厳しく狙ってあのボールにすんなよもったいないからっていう認識が欲しいよね、うんうん、そうですね、インコースがすごい弱いバッターだったらそんな厳しくいかなくてもいいし、ね、でも逆にインコースがね、はい、坂本とかみたいに強いバッターだと甘くいったら打たれるから、うんうん、ボールになってもいいから厳しくね、うん、ってなると使いどころが限られるわけ、はい、ボールになってもいいから厳しくなるとストライク先行か初球しか使えないんだよ、うん、ボール先行で使えないじゃん、はい、だからそういった使い方限られるよね、はい、だからインコースは厳しくって言ってるのにフォアボールダメの状況で、うん、スリーボールワンストライクからなんでインコース行かないんやって言われても困るよね。そうですね、いやいやフォアボールになりますよっていう、うん、甘く入っちゃダメなのっていう、はい、逆によ甘くてもいいよっていう時にスリーボールワンストライクからなんでから打ち行かなきゃいけないんやは正解だよね、うん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 、だって甘くてもいいんだから、はい、そこ投げきれないってそのピッチャーの力量の問題じゃんね、うん、じゃあそのデータがあることによってどう組み立てていくかっていうのも全然変わってくる。全然変わる、だからピッチャーの気持ちも変わるじゃん、うん、あインコース甘くてもいいから強くでいいんやっていうのと、はい、いやコースしっかり投げなきゃ、いや高さは甘くてもいいから低く、甘くてもいいから高くっていうのをやっていけば、うん、投げる方も違うし、うん、ここはボール、ね、甘くなるぐらいだったらボールでもいいからキワキワ投げないとという意識も変わるじゃん、うん、だそういうのも欲しいよね、インコースだけじゃなくて。そうですね、そのミーティングっていうのはキャッチャーとピッチャー一緒にやるもんですか、うん、それ全体もちろん一緒にやる、一緒にバッテリーでやるミーティング、うん、だってピッチャー分かってないと意味ないからね。そうですね、こっちが分かってても甘くてもいいよっつってコースばっかり狙われても困るじゃん。あ、そうです、だからそこはピッチャーがしっかり認識しなきゃいけないっていうところと、はい、あとはその常にインコース厳しく打ってそんな厳しく投げれないし厳しく投げる必要もないのに、はい、インコース厳しくだけ言われても困るよね、うん、そうですね、でインコース強くっちっても何キロ以上ねっていうね、うん、145キロ以上だったらいけるけど140キロ前後だと打たれるから、うん、そこら辺はピッチャーの兼ね合いによって使い分けてねっていうのも球速でもあるんですか。だってそれは全然違うじゃん。そう、そうですね、うん、だからそこら辺の兼ね合いも言ってほしいよね。そうですね、だからもし球速落ちる場合は若干高めに行こうかとかね、はい、この胸元ぐらいのベルトぐらいのところを投げていく必要あるよとか、うん、球速高かったらもうどこでもいいから、はい、甘くてもいいよ、うん、だから本当はこのバッターは厳しく投げなきゃいけないけど、うん、これ以上の球速あったら甘くても詰まるからもう甘めでいいよタイプもいるわけだよね、うん、はい、であとはよ、うん、2ストライク追い込まれたらインコースは甘くても OK、はい、反対方向意識してくれるから、うんうん、っていうのも欲しいよね。このバッターは入りファーストストライクとか入りとかバッター有利のカウントの時は引っ張ってくるけども追い込まれたら反対方向を意識してくるから、う
追い込むまではインコースあんまり厳しくいかなきゃいけないけど、追い込んだらもう甘くてもいいからインコース勝負でいいよとかね。うん、で追い込まれた時のどう、そうそう、どういう対応なのか、うん、で打球方向はどうなのか、はい、っていうのも欲しいよね。で追い込まれたら変化球の低め振ってくれないから、もうまっすぐどんどん使っていいよ、うん、追い込むまではアウトコース中心、追い込んでからはインコース中心 OK とか、うん、そういうのが欲しいよね。結構いろいろ欲しいっていうか必要ですね。え、めっちゃいるよ、うん、言うんだったらね、はい、俺はその情報を自分で考えながらデータとして作るけど、うん、あのデータちゃんとやってますって言うんだったらそれぐらいの情報がもちろんやってますよねって、うん、であとよ、はい、四隅とか言われても無理だからねっていう四隅投げろって、うん、もうちょっとここのもう9分割のもう隅の隅って誰も打てねえよみたいなしかもコントローラー持ってるわけじゃないからそんな投げられないやろですよね。あとピッチャーの力量で無理なこと言っても無理だよっていう、うん、そのピッチャーの力量でできる中で抑えれるデータくださいよっていう。そうですね。そんなだってさ、うん、こんなキワキワのコースもキワキワでここら辺できっちりみたいな、はい、そんなやついないし、すっごいコントロールがいいピッチャーでもいないよ。なかなか難しい。だってあの杉内でもアウトローに投げられるのを10球中1球あったらいい方って言ってたからね、本当にもうビタって。それが勝負どころで投げれるかどうかが勝てるピッチャーと勝てないピッチャーの差って言ってた。それぐらいなのにそんな常にキワッキワイラだって、いやそもそも投げれると思ってんのみたいな。いや投げられたら苦労しないですよね。本当で投げられたらデータいらって、うん、そうですね。データっていうのは甘くでも打ち取れるからデータだからね、うん、そんなキワキワばっかり投げれるんだったら、はい、その誰しも打たれない。本当ですよ、うん、何しても勝てますよね、うん、だから言うは言ってますって言うかもわかんないけど、はい、いやできること言ってますよねっていう、うん、できること言ってくれないと、はい、そのピッチャーで打っても変わるわけじゃん、うん、このピッチャーだったらこれいいよ、はい、でもこれダメだけど、うん、でもこのピッチャーだったらこれダメだよはいいよ、うん、っていうパターンもあるから、はい、ピッチャーによっても変えてくれなきゃいけないし、うん、いやこのバッタースライダーもめっちゃ打ち取れるからスライダーやっていこうって、いやいやそもそもスライダーこのピッチャー投げれませんよみたいな、うん、のもあるわけ。そんなのもあるんですか。だって持ち球あるじゃん。あ、まあ、まあそうですね。フォーク有効だよって言って、いや僕フォークじゃなくて縦スラなんですけどみたいなのもあるわけ、うん、それとそうです、ね、であカーブ岸みたいなカーブ投げれたらいいよって誰も投げれないじゃん。だ結局持ってない球種もあるから、はい、で結局いや145キロ以上はいけますよ、うん、僕145キロマックスなんでいつ出るか分かりませんけどのやつもいるわけじゃん、うん、そうですね。だからその当日投げるピッチャーができる範囲のことでので言ってくれないと、そんなできないことの究極の選択みたいな持ってこられたって、はい、そんなのできませんよみたいなであのやることやってますよ言われても、うん、やること逆にやってねえよみたいな、うん、でもこっちはそれを考えなきゃいけないわけじゃん、はい、キャッチャーとしては、うん、だからそういった情報が欲しいよね。確かにこうやって聞いてると国際大会だとそこまでの詳しい分析っていうのはなかなかデータないですね。じゃあもういらないっていうそんな無駄な情報そうですね、もうこっちでも勝手にやるからっていう、うん、そんな足かせになるわっていう、はい、逆にだからもう本当だからアマチュアの方とかも、うん、まあ簡単に言えば、うん、まあ知っといて損はない情報で簡単なのは初球積極的なのか消極的なのか、はい、でどういう球には積極的なのか、うん、どういう球には消極的なのか、うん、ね、引っ張ってくるのか反対方向を意識してるのかっていうのは知った方がいいし、はい、で次はまあインコースは甘くてもいいのか甘かったらダメなのかっていう、で甘かったらダメな場合使うカウント限られますけどそこは理解されてますよねっていう人に、はい、っていうのと、うん、あの2ストライク追い込んだら打撃スタイルは変わるのか、はい、引っ張ってくるのか反対方向なのか、で速い球なのか遅い球なのかっていうこれぐらいは最低限知っとくとリードはしやすいですね、うん。あ、これってでもプロじゃなくても本当にアマチュア高校野球とかでも使える情報ですよね。そうそうそう、で社会人野球でも大学野球でももう簡単に使える。だこういうくらい知っとけば、はい、あとはもう駆け引きだから、うん、確率の問題だからその中でやって相手が上回れば打つこともあるし、うん、そこがミスコントロールで厳しく投げようと思って甘く入って打たれるパターンもあるし、でもやろうとしてることは分かるじゃんね、うん、だからそこをどう詰めていくかが勝負だよね。あ、そうですね。で追い込んだら反対方向打ってくるからインコースいけるよって言った相手もバカじゃないから、うん、はい、もう追い込んだらインコースばっかり来るからここも引っ張っていってやろうって言って打たれることもあるわけじゃん、うん、もちろんそうです、ね、常に一緒じゃないか、うん、だからそこはもう駆け引きだから、はい、どうやっていくかっていう駆け引き勝負であって、うん、でも傾向が分かってた方がもちろんコースは組み立てやすいし、そうそう、だから出す情報はそれを踏まえて出してますよねっていう、でやることやってますって言ってますよねっていうのは聞きたいね。そうですね、うん、だからやってるかも分かんないよ、うん、もちろんでも俺は聞きたいなっていうね、どういうことやって、うん、だからもう俺は最低限そういう情報欲しいし、うん、プラスピッチャーの力量に合わせて喋ってくださいよっていう。そうですね。これはもう本当に、うん、もう声を大にして言いたい、はい、ほぼピッチャーの力量に合わせて言わないからね。うん、そうです。でも今日塾じゃないですか、うん、これ本当に見てる家がいろんなチームの監督さんとかコーチだったりって方は、うん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 、あ、
出してなかったこういうデータと思ってる方いるかもしれないですね。そうそう、で逆にこれを打者は自分にわきまえ、自分に考えていれば、あ、こういうふうなこと考えてやってるから、じゃあ裏ついていつもこうやけどこうやってやろうっていうのに変えれるわけ。だいたい初球見ちゃうけど、うん、けどだからこういう球多いからもう一発それ狙ってやろうとかねってなるわけよ。あ、こういう球来てるんだ、でも俺こういう傾向あるからな、うん、逆にそれ相手も分かってるからそれを逆手に取ってそれを狙ってやろうっていうのが関係じゃん。そうですね。だそういったことを打者に置き換えて考えていくと、その打席の中で頭を使う野球ができるから、うん、守備面も打撃でもどっちでも使えるわけよ、はい、でもまあ簡単に言えばもうあれはもう初級編の初級編だけども、あれぐらいを仕入れてやっていくと、うん、もう大きく変わるし、うん、見てるファンの人たちもそれを頭に入れてデータを自分で調べてでも考えて見ておくと、うん、なぜそれ行くのかとか、あ、俺だったらこう行くなっていうのが広がるじゃんね、うん、だから見る方ファンの人たちも面白いと思う、うん、そうですね、うん、いろいろなんとなく見方が変わりそうですね。そうですね、だからそういうふうなことを見ながらリードを見ていくと面白いし、うん、勉強になると思いますよっていうね、うん、はい、だからね今いろんなところでね試合甲子園もやってますけど、はい、皆さんそういう見方でね見て、はい、この塾生になってね、うん、野球の知識を広げていってほしいですね。はい、ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還する。